トゥクムはオマーン中東部のウスタ行政区にあるアラビア海に面した港町である。町の人口は2008年の時点で5100人だったものが2010年では11200人と急発展している。また2020年までに人口を10万人に増加させるためオマーン観光開発公社によるリゾート開発が計画されている。トゥクムはオマーンの海岸にあるジャヌバ族の 小さな漁村だった。1954年2月にマスカットとオマーンフィールドホースの兵士とオマーン石油開発の地質学者が上陸し近代的な石油探索を開始した。現在、ドゥクムには工業用油田と港がある。町はオマーン観光開発公社と共にこの地域の観光を増やすことを目指しており、州の開発の中心として年までに 人口を10万人に増やすための1995年に25年計画が策定された。港は開発が行われており、港を建設するための造船施設が建設された。ルクセンブルクのヤンデヌルグループも開発を進めており、防波堤と岸壁を修繕している。2005年3月、オマーアング輸通信省は、パーソンズコーポレーションと観光の増加を期待して、 新しい空港を設計する契約を交わした。オマーニアは2014年7月23日に空港に就航した。計画されている鉄道計画にはドゥクム港へリンクする路線も含まれる。2008年インターコンチネンタルホテルズグループは213室のホテルクラウンプラザードユクムを建設することを発表した。 石炭火力発電所も天然ガスへの依存を減らす目的でドゥクムで承認されており、オマーンはそれを進めるために韓国と20億ドルの契約を結んだ。ドゥクムの港と工業地帯は中国からの莫大な投資を受けている。2013年エコノミストによるとドゥクムが離陸した場合、眠っているオマーンは計画者によると 地域の貿易ハブとしてのドバイの支配の近くに挑戦するかもしれません。近くのペルシャ湾の緊張。ドゥクム経済特区機構はインフラの開発と投資の長期戦略を含むドゥクムのすべての経済活動を管理している。セザドは国際的に認められた観光を使用して登録、ライセンス供与及び環境承認を提供します。また、経済特区への輸入時は免税される。 特区内の会社の登録、労働、貿易、土地、課税、インセンティブに関するさらなる規制が計画されています。これは税制、土地リース料お及び公共料金が競争力のある価格で提供されることを目的としている。2014年に開港したルクム国際空港からはオマーニアによるマスカット国際空港への直行便がある。ありがとうございます。